今回は男磨きの一環でお花について学んでいきたいと思います。逆木之助です。子供妊娠したっていう妻へ、はいはい、妻から連絡がありまして、おめでとうございます、はい、基礎能力が金寄せです。お花のことを、教えてくれる方として、ちょっとパルテールの店長に来ていただいております。こんにちは、ピーノスケです。合ってる、ピ逆ピーノスケです。ピパルテールのピ冗談として、もともと親のやってた花屋を継いできて3年経ちまして、今日はその3年間の中でお客様とのやり取りで培ってきた経験をもとに、ティーノスケさんにお花のアドバイスを差し上げたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日、はい、お聞きしたいのは、女性にお花をプレゼントするどんな花が良いかっていうのをちょっと聞いてみたいと思っております。それはどういうアプローチかな、はい、付き合う前なのか、結婚の時のプロポーズとか、僕がイメージしてるのは付き合う時にこう、あなたが好きですはいっていうようなイメージでございます。任せてください、キーノスケ君。おすすめはもう赤バラ一本、これで男はもう一本で勝負です。一本もうなんでかっていうと、ちゃんと理由がありまして、まずその女性にとって赤バラって結構特別なお花でして、男よりは女性の方がお花もらう機会がこう人生の中でも多いんですけど、大抵もらうお花ってピンクのこう可愛らしい感じなんですよね。こう店頭にいらっしゃるお客様でも、例えばその娘にあげたいっていうお花、こうピンクと何か黄色とか入れて華やかにしてくれとか、そんなに赤バラっていう赤いお花をあげるっていうことがないんですよ、女性に対して。あの歓送迎会でも、でその赤バラを使うことによって、まあ、それだけでも特別ですし、あと最初に言ったこの一本、これがあなただけを愛しますっていう意味があるんですよ。はあ、だから一本。そう、あとちなみにその渡した後のことも考えると、豪華なモリモリの赤バラをあげたがる男性もいるかもしれないですけど、僕はそういうイメージでしたね、確かに。はい、やっぱティーノスケさんって正直言うとそんなルックスもかっこよくないですし、普段お客さんにはこんなこと言わないですけど、なのでやっぱり告白の成功確率も低いわけなんですよね、普通の男性と比べて。サングラス外せば余計ね。それで冗談として、やっぱ渡された女性もあんまり豪華すぎると本当は断りたかった場合に、断りづらい。なるほど。そんな思いさせちゃダメよ。あ、相手のことを気遣って。そう。ということでございます。それが一番重要。気遣うこと。なので、その花言葉的にもいい、あなただけを愛しますのバラ一本がおすすめですね。まあ、結婚記念日とか赤バラでもいいんですけど、例えば誕生日プレゼントとかになってきたら、やっぱり相手の好きなお花を今度リサーチし始めた方がいいです。好きなお花って言いますと、どんな観点で調べればいいのかな。なんか 色とか花の種類とか、本数とかに多分いろいろあると思うんですけど、もう付き合ってる中でこう服の色とか、なんか淡いグリーンとか多いなとか、こう服の質感もリネンとかが多いな、こうナチュラルが合いそうな、そういう、あと使ってる家具とか、あ、この色好きなんだろうなっていうのが見えてくると思うんで、そこでお花屋さんのところ行って、彼女こういうの好きなんですよねって言えばお任せください。私がもう何でももうプロデュースしますんで、その女性が好きそうなで、ちゃんと相手のことを思ってあげたお花の方が、ネットで調べたこれをあげれば間違いなし花言葉がどうちゃらどうちゃらみたいなことよりも相手に響きます。もらった女性は花言葉わかんないですからね。的外れな花パッて来ても
自分では花言葉はこう思ってるかもしれないですけど、わかんないんで、やっぱり一番は相手の好きな色合いとか調べてあげるのがいいです。あ、ちなみにですね、私が最近あげたんですけど、キュウですね、はい、子供妊娠したっていう妻へ、はいはい、妻から連絡がありまして、おめでとうございます、はい、まあ、それ嘘だったんですけどその時に作った花束で、これは私独自の考えで作って、チューリップ、カーネーション、スイートピーっていうお花がそれぞれ3本ずつあって、嫁、私、新しくできた子供みたいな意味合いを込めて、でなおかつこう子供に合うような可愛らしい色、まあ、女性かわかんないですけどこんな生まれる子が、まあ、そういう3本ずつこう家族だよみたいな感じで送ったお花ですね。あ、であとこの家族のそら豆をこうちょっとチャームポイントに1本だけ入れたみたいな意味を込めて、本数とかでも本当に自由で考えて渡すお花も気持ちがこもってより思い出深きお花になります。意味あるんですね、花束。そうです、ね、花束と言ってもプロポーズ、結婚してください。どんな花がおすすめなんでしょうか。お待たせください、金之助さん。はい、これは108本のバラで、108本花束でごごそっといっちゃいます。これは108本、108本です。その意味は、これは108ってこうとはって読めるんですけど、永遠にあなたを愛を愛しますよってすごく縁起のいい本数でして、なおかつボリューム感も非現実的なボリューム感になりますから、そうですよね、もうとてもとてもいい思い出になって、プロポーズを、成功率が上がるかは分かんないですけどまあすごいいい演出ができます。108本は今までお客さんも何人か来たんですけど、今のところ成功確率 100% 100% なんですか、はい、まあでもそれぐらい自信ないとやらないかもしれないです。あまあでもどうせプロポーズするんだったらいい食事も大事ですけど、やっぱりもうすごく特別なお花、はい、が108本のバラおすすめです。赤バラね、赤バラ、あ、はい、そこは一緒なんですね。赤です。どんなプールになるかイメージもつかないですね。日常で見ることないですもんね、まあ、絶対思い出になりますよね、まあ、それをできる自信があるかって言ったらちょっとなんかもう自分から語っちゃダメですよ、とわのとわの意味をダサいですから。あ、そこは、はい、あ、相手に気づいてもらうっていうか、まあ、そこは秘めてなきゃいけない内容なんですね。え、これ何本なのって聞かれたら何て答えるんですか。108本だよ。え、 108? どうして、え、言っていいですか。ここでは言ってる。相手が気にしてんだから。当たり前じゃないですか。多分金之助さんもうなんかそうお花のこと聞く前にちょっと基礎能力がコミュニケーションの基礎能力ができてないんで、次回モテオから基礎能力を学んで学んできておきます。次回の課題でございます。はい。そこでこう説明すると。そこはもう説明していいです。おしゃれですね、なんかいいな。まあ、お花、男はどうしても興味持てない分野ですけど、結構お花屋さんと喋ってると普段来るお客様でもそうなんだって感動して、でまた今度自宅用に買ってくる方も増えるんで、何かをきっかけにお花を好きになってくれたらいいなと思って、お花屋さんもやってます。あ、素晴らしい、ここに来てございます。ある程度の店長、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは一緒に締めの挨拶をお願いしてもよろしいでしょうか。あれですね、あれでございます。はい、こう言って T の文字を作り、ピッ、 T の助でした。 P の助でした。 P の助ありがとうすごい、そんなになるんだ。 T の助クラップ、インディー T ダイルチャックナクラップ。 TTT の助、TTT のスケープ TTT のスケープ TT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 
YouTube ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังกันนะคะหากชอบทากาฮาชิทอล์กอย่าลืมกดไลค์
กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนหน้าด้วยค่ะบ๊ายบาย